はい。皆さん、楽天で3980円、もとい、2980円で買った戦闘飯ごう、アーミークッカーの続編です。2980円だった理由は、前回の動画をご覧くださればわかりますが、楽天クーポンのおかげです。フィールドトゥーサミットは、岡山県にある富士見産業株式会社が展開するアウトドアブランドです。そして最近購入した富士見産業の薪キャリー、正確にはウッドキャリーでした。すみません。前回ご紹介しておきながら、その融資を移してなかったので、少しだけ応用方法をお見せします。ウッドキャリーは、とっても優秀で、猿は薪以外の運搬もこれで済ませることが多いです。あえて袋状になっていないので、どんなものでも運びやすい上に、畳むとコンパクトになるのが最大の売りだと思います。Amazon のリンクを概要欄に貼ってますので、ご興味ある方はどうぞ。ということで、脱線してしまってすみません。話を、飯ごうに戻しましょう。では、早速調理の様子をご覧ください。今回のメニューは、たっぷり明太子クリームパスタです。下の段でパスタを茹でて、上の段でパスタソースを温めるだけという、手抜き感満載の、簡単調理です。水の量は、米2合を炊くときの水の目印まで注いで、およそ 640ml です。固形燃料だと一から不足なので、今回は、ダイソーアルストのミニサイズを使い、アルコールを満タン入れましたが、結果的に、これなら OK でした。ポケットストーブも、ダイソーアルストが収納できる、青い固形燃料が入るものを使っています。確かフィールドトゥーサミットにも、同じ規格のポケストがありましたが、猿が使っているのは、ドンキで買ったものです。パスタソースは、8食品の、たっぷり明太子クリームソースを温めるだけなので、材料代も全部合わせて300円ほどのお手軽ランチです。